皆さんこんばんは、MK です。ペーパーマリオ RPG パート61やっていきましょう。前回なんとか最後のスターストーンをゲットしたということで、今回はゴロツキタウンに帰るところからやっていくんですが、まずはメガバッテンの基地から脱出しないといけませんよね。とうとう7つのスターストーンが揃ったわね。これで千年の扉を開けることができるわ。でも、ピーチ姫ですよね。一体ピーチ姫はどこに連れて行かれたのかしら。バツガルフと一緒だとは思うんですけど、とにかくゴロツキタウンに戻りましょう。フランクリ先生にもスターストーンとピーチ姫のことを知らせなくっちゃ。確かに毎回フランクリ先生帰るたびに新しい情報を本から仕入れてますからね。結構このゲームの縁の下の力持ち的な存在だよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしたら確かゴロツキタウンにそのままワープできる装置が地下2階にあったかと思いますので、もうちゃちゃっとそれで帰ってしまいましょう。右だったか左だったか覚えてないんですが、あれ左だった気がするな。あれロックされてる、なんで、え、こっちも通れない。もうペケダーは倒したんですけど、なんでロックがかかってるんだ。ここも開かない。あれ地下2階だったよね。全部ロックされてる。うわ、全部ロックされてるっぽくない。あー、しかもこっちのエレベーターも使えなくなってる。なんで？じゃあ地上に戻ることも今はできないってこと？ロック、あ、待てよ。テックか。テックがいつもこの辺のロックとか制御してましたよね。だとしたら地下4階。テックの部屋行ってみましょうか。もうバツガルフに記憶は消されているかと思いますけど、ただ機能自体は残ってるってことかな。マリオのこと見たら何か思い出したりしてくれないでしょうか。本当はピーチ姫を連れてきたいんですけども。テック、ちょっともしかして意識がある？ロック解除してくんなよ。やっぱここだけ空いてる。テックの部屋入れなかったんだよ前回。テック生きてる？ここはピーチ姫とテックがいつもお話ししていた場所でございます。あ、着いた。あなたがマリオですね。覚えてる？ピーチ姫のこと、はじめまして。私はこの基地をのメインコンピューター、テックです。あなたに伝えたいことがあって、ここまで来てもらったのです。あ、マリオをここに呼ぶためにいろんなところをロックかけてたんだ。ピーチ姫、覚えてる？テック、ピーチ姫のこと。消されたんじゃないの？申し訳ありません。ほとんどのデータを消されてしまい、電力も切られてしまいました。え、バックアップできた一部のデータと予備の電力だけでなんとか動いている状態です。え、ちょっとどっからか電力持ってこれればいいんだけど、わかんねえな、この基地が。マリオ、ピーチ姫がここにいないことはもう知っていますね。そう、いなかった。ピーチ姫を助けてください。テック。いや、ちょっとずるいな、テック。ピーチ姫は、バツガルフ様が闇の宮殿へ。闇の宮殿？それをあなたに伝えたかった。ありがとう。ピーチ姫が闇の宮殿に？すごい情報だ。闇の宮殿ってのはどこにあるんだ？テック、あー、もうちょっとで切れちゃう。もう電力がなくなります。マリオ、すぐに転送装置を使ってゴロツキタウンに戻ってください。転送装置は地下2階の部屋にあります。部屋のロックは解除しました。急いでください。転送装置を作動させるには電力が足りないのです。テック、連れて行きたいけどコンピューターは運べない。今から私の全ての電力を転送装置に送ります。え、ってことはテックはどうなっちゃうの？あなたはどうなるの？切れちゃうんじゃない？電力がなくなれば私の存在はそのまま消滅します。テック、しかしピーチ姫が助かればそれで構わない。私はピーチ姫と出会い恋を理解できたのだから。そこはバックアップ取ってたんだな、覚えてたんだな。テック、私のことは気にしないでください。私はコンピューター、ただの機械ですから。ただの機械が感情を持ち始めてたじゃん。しかしマリオ、ピーチ姫は助けてください。お願いします。任せろ。そしてピーチ姫に、え、何か伝えることがあるの？あ、テックが見てた景色か。 ありがとうと伝えてください。テック、本当は連れてきたいんだけどどうしようもないな。わかったわテック。そうだな。さあ、地下2階の転送装置へ急いでください。マリオ、ピーチ姫を。オッケー。
テックの思いは受け取ったぞ。よし、じゃあ転送装置に向かいましょうか。ああ、周りが暗くなって赤くなった。マジで電力がないぞ。そろそろマリオ、テックのためにも必ずピーチ姫を助け出しましょう。もちろん。よし、テック、バイバイ。いいやつだった。いやー、ちょっとテックかわいそうだな。後でちゃんとピーチ姫に伝えないとな。地下2階ね。まだギリギリエレベーターは動きそうです。まあ他に取り忘れてるものとかもないので、もう直通で本当に行っちゃっていいでしょう。で、今回でさ、星のかけら全部揃ってる気がするんだけど。どう？これもしかしたらゴロツキタウンの地下にいたあいつと交換すれば、もう星のかけらの呪いからは、何？解放されるのでは？あ、開いてる！ちょっと待って、一回一応セーブしよう。何があるかわかんないからな。はい、じゃあここセーブして。え？メガバッテンの基地ってもう入れなくなっちゃうのかな、これ。わかんないけど、転送装置、あ！ボタンが点滅してる。もう本当に電力がないんだ。行くぞ！クリスチーヌちゃんみんな、テック、最後の電力を使って、マリオをゴロツキタウンに返してくれました。本当にダウンした。緊急装置みたいなの鳴ってるよ。は、大丈夫なんかな？メガバッテンの基地自体。バツガルフ、帰ってくるとこないけど、ピーチ姫、あ、さようなら。テック、なんか悲しいな。あ、爆発した。え、なんで？え、バツガルフ本当に帰るところなくなっちゃったよ。ピケダンはどっか飛んでったから、まあ、もう帰ってこないかもしんないけど。あいつ、よし、じゃあなんとかピーチ姫を助けるぞ。テックの意志は継ぎました。さっき何か聞こえなかった？聞こえたよ、テックの最後の言葉が。よし、行きましょう。そしたら待って、うお、なんだ？いやいや、マリオくんではないか。え、誰？何？フランクリ先生か。びっくりした。こっちだぞい。どうした？こんなところまで。あなたが外いるの珍しいね。月から帰ってきたのだな。それでスターストーンは手に入れられたのかね？もちろん。手に入りましたよ。何？月にあったのはメガバッテンの秘密のアジトだったと。ということはピーチ姫もおったのか？それがいないんですよ、ピーチ姫が。それがメガバッテンのボスに連れられて扉へ向かったらしいのです。そう。やはり、少し前にわしも穏やかならぬ空気を感じて千年の扉へ行ってみたのだが、穏やかならぬ空気。すごいな。そういうの感じれるタイプ。その時、怪しげなマントの男がピーチ姫を連れて扉の向こうに消えていくのを見てしまったのだよ。もうちょっと早く教えてよ。メール送ってよ。本当ですか？でも7つのスターストーンを持っていなければ扉は開かないはずでは。確かに。そうだよね。じゃあどうやって開いたんだ？え？いや、間違いない。確かにこの目で見たのだ。こりゃなんだか嫌な予感がするぞ。ピーチ姫が危ない。え？封印がもう解かれちゃったってこと？時間で。急いで千年の扉を開き、一刻も早くピーチ姫を助け出すのだ。わしは先に行っておるから、君たちもすぐに来たまえ。ちょ、待って。あ、そっちだったっけ？っていうか、あれこっちじゃない？もう MK さん、ゴロツキタウンの地下ぐちゃぐちゃなんだよ。わかんないけど、とりあえず星のかけらの君、話しかけてもびっくりした。よろしいでしょうか？幽霊ってメールをくれんの？リッチリッチエクスプレスのだよね。ふふふ、久しぶりですよね。多分リッチリッチエクスプレスの幽霊です。透明な私がメールをどうやって書いているのか気になりますか？それは車掌さんに乗り移ってちょちょいと。ふふ、大丈夫ですよ、車掌さんは元気です。え、そんなことできんの？乗り移ってまでメールしてんの？何？この方法で今新しい日記をつけているのですよ。私の人生の記録が残ることを考えるとやりがいがあるものです。まあ死んでいるのですけどね。確かに生きがい、やりがい、死んでるんだよな。冒険頑張ってください。あなたはまだこっちに来てはいけない人ですよ。来たら蓋で、来たら来たで歓迎しますが、ふふふ。それでは4号室の幽霊ということで。いやいや、もうなんか半分ギャグキャラみたいになってるじゃん。ちょっともう怖くないよ、あんた。っていうか成仏してよ。ねえ、こっちに来てはいけないって。あなたもまだこっちの世界にいるんだよ。成仏いつまでしないんだ。そして GDM 最終号が届いてる。ちょっとこれも見てみようか。はい、 GDM 第7号最終回スペシャル。これ結構毎回楽しみにしてたんだけどな。ゴロツキタウントデイ、本日未明酒場でナンシーさん55歳がマルコ25歳の顎を右ストレートで打ち抜くというショッキングな事件が起きた。ショッキングだね。マルコ何した？調査によるとマルコがスイフたちへ自慢話をこってりと2時間にわたり聞かせたため、港へ届いた食材の運搬が遅れたことが怒りの原因らしや。そりゃマルコが悪いわ。
うん、マルコが悪い。幸いマルコは事件前後 1,2 時間の記憶を失うだけで済んだもよ。たまたま酒場に居合わせた世界的プロモータードン・クリゲがナンシーさんに俺と世界を狙わないかと言ったとか言わなかったとか、うん、なんかプロボクサーにスカウトされてないナンシーさん大丈夫？事件はいつでもそばにある。どうでもいい出来事も誰かにとっては事件かも。この街で起きる事件の全てが愛に満ちています。ありがとうございました。え、まだ下あるよ。ゆけ、ああ、そうか、なるほどね。今のコーナーが終わりね。ゆけ、ショップ探偵団。今回紹介するのは、最果て村にある、ショップ北風。寒さでキノコはカチコチ、などということはなく、徹底した品質管理が施されている。笑顔が素敵な看板娘、テトリルさんのコメントをどうぞ。ここは寒いけど、私が大爆発で温めてあげます。だから、ショップ北風、よろしくお願いします。いや、やだな。大爆発やだよ。ショップは奥が深く、まだまだ調べ足りません。これからも探偵はショップを追い続けます。ありがとうございました。いや、なんか本当終わりが近いんだな。次、お料理入門。お料理入門も今日で最後。笑顔でいきましょう。今日の献立はいつまでも二人で。何それ、ロマンチック。クツクツ煮込んだ熱々スープへひんやり冷えた雪うさぎを一気に入れるとあら不思議。あっという間に固まっていつまでも二人での出来上がり。大好きなあの人に食べさせてあげましょう。え？熱々スープ、雪うさぎ。どっちも知らないな。お料理は心の形。あなたの食卓が素敵に彩られますように。ありがとうございました。いやー。一個一個コーナーが終わってく。はい、編集後期、ついに最後となりました。 GDM を立ち上げた頃は本当に大変でしたが、皆様の支えのおかげでこうして無事最後までお届けすることができました。感無量です。またいつかどこかで。ありがとうございました。 GDM 発行編集、ゴロツキタウン復興委員。え、まだ下あるよ。え、あ、見つかっちゃった。なんか書いてる。最終回、まだまだ終わらない GDM スペシャル秘密コーナーまだまだ終わらない GDM あるんだ、秘密ニュースコーナー。ここで緊急ニュースです。ハテナムシさん44歳の情報が入ってきました。今回登場できなかったハテナムシさんですが、実は正直者は誰だという新しいクイズを準備していたことが判明しました。しかし準備に時間がかかりすぎて登場することすらできなくなってしまった模様。次回の活躍に期待がかかる。あ、これもう開発の話ね。ペーパーマリオ RPG 開発してる時にハテナムシさん44歳出そうとしてたんだけど間に合わなかったのね、準備に。もう普通に開発の話してるわ。そして、お、秘密お料理コーナー。入れ替えるというアイテムを組み合わせて料理すると効果を入れ替えたものが出来上がります。ということは効果の低いアイテムを入れ替えると、ふふ、試してみてね。何それ、そういう料理の仕方もあるんだ。今度こそ本当におしまい。最後まで見てくれてどうもありがとう。また会えるかもね。ということで、いや、 GDM も終わっちゃった。一個一個なんか終わってくな。どのバッジと交換する？これ、あ、やっぱそうだ。おい、最後だぞ。はい、 HP ミエルをつけるのに必要な BP は2だよ。星のかけら7個と交換する？交換します。これで最後。もっと交換して、いや、もうないって。ふふ、おじさんのおかげで星のかけらのコレクションが増えたよ。また交換しに来てね。え、もうないでしょ。星のかけらとバッジを交換したいの。でももう僕バッジを持ってないんだ。ごめんね。あ、なんか変なポーズ撮ってる。このポーズ初めて見たわ。これで終わりなんだ、テキスト。なんかもらえると思った最後。まあでも星のかけらこれでコンプリートできたってことだから、もう星のかけらに左右される必要はありませんね。チュチュリーナの出番も減ることでしょう。で、社員もね、もう全部集めておりますので、収集要素、社員と星のかけらは終了と、あとはバッジとか料理とかそのあたりですよね。ちょっと待って、千年の扉に行く前にちょっといつものボムヘイクジやっていいか。いつもボムヘイクジがほんと当たらないんだ、 MK さん。あとは行商人がいるかと思いますので、行商人さん、なんか新しいバッジとかあったら、欲しいんですけども、もうバッジはないのか。ぽくない？なんかバッジ全部こいつから手に入るやつ買った気がする。そしたらバッジショップも行ってよろしいでしょうか。やっぱりさ、ゴロツキタウンに帰ってきた時ぐらいはちゃんとこういうの回んないと。そしてマルコいたな。25歳、大丈夫か。おお、びっくりした。え、ルイージこんなとこにいるの？え？終わった旅、冒険。そうだ、僕の冒険の旅はひとまず終わりを迎えたんだった。え？
終わったのルイージ、この間ヘイトソングタワーに行ってとうとうエクレア姫を助け出したんだからね。いやあれは決して忘れることのできない冒険だったよ。その時の僕の話を聞きたいかい？ただちょっとばかり長い話になっちゃうけど、ちょっと待って、次でいいかルイージ、ちょ一旦ぐるっと回ってからにしてくれ。次だあなたはルイージ最後の話結構長そうだからよ、あとちゃんと聞きたいからな。で手持ち個数持ってないやつ、いやもう難しくなる顔、もうこれいらないけどしょうがない。よしこちら買いまして、あと持ってないやつってある？ あるなちょこちょこ。ファイアナグーリー、ナイスで防御、あとなんか追加されてる？あ、フラワー節約まだ買えるな。でハッピーフラワ ー難しくなるとかも何個も買えるんだ。ピッキョロン E、 なんかここさパワープラスとかあるんだったらね、ちょっと無理してでも買うんだけど、そういうのはないからな。そしたらよし、じゃあボムヘクジ行くぞ。ちょっとクリスチーヌちゃん置いてってしまいましたが、あとはボロツキタウンやること、いやさ遊戯場とかもさどこまでやるか、てか遊戯場じゃないとゲットできないバッチとかあるよね。だとしたらやんないといけないんだけど、どのタイミングでやるかだよな。0076頼むぞ、今日こそ頼むぞ、当選番号、うわ足も一桁だ。もう待って、マジで当たらん、どうなってんのねえ。2桁も当たったことないよ私。これ緊急キノコ、あごめんなさいいやキノコ、緊急キノコしか当たったことないよね。その次何がもらえるんだろう。とりあえず売りに来ました。確かウルトラキノコがいっぱいあったかと思いますので、こちら50コインでガンガン売っていきましょう。マリオの体力20ですから50回復意味ないんですよ。スーパーキノコで十分です。はい、ウルトラキノコ全部売っていきます。緊急キノコ1個あればいいな。スイートルチュルルとかも使わないんで、はい、こちらも全部売っちゃいましょう。で緊急キノコをもらうから、あれもらったやつも売ろっか。カチカチコーラも使いません。これももうノコ太郎がいますから、眠れよい子よも使いません。ストップウォッチももう使わないよね、これお金にしちゃった方がいいと思う。はい、ストップウォッチも売る。いやこれさコイン999で上限じゃないよな、そこがちょっと怖いんだけど。はい、ストップウォッチさらに売って、よしこんなもんだな。あずっ、いや引き取りとかは今いいよね。え100ポイントまでなんだよね。あー違った、300あるんだ。うわーっていうかポイント2倍言ってくれなかったな、この間のってかさっきの GDM 言ってくれてもいいのにね最後最果て村のやつポイント2倍って言ってくれたら、そこで大量にいろいろ買ったのに。ということで、はい、緊急キノコありがとうございます。2つ持っててもしょうがないっちゃしょうがないんだけどね。じゃあ後でまあどっかのタイミングで売るとして、こんなもんか。ちょっと遊戯場は後だ、一旦やっぱり千年の扉行かなきゃだよな。そうすればまた何か依頼とかも増える可能性ありますし、もうちょっとゴロツキタウンも探索しやすくなる可能性もなきにしもあらず。ということで、こっちから行った方が近いよね、 MK さんの中だと。いやあっちから行った方が近いのかもしんない、ただ私わかんないから私ルートわかんないから、こっちから行った方が近いと思ってるってこと。よし、え左だよね、ここで左行けば確かあれ土管があって、その土管に入ればあーどうだどうだどうだ、なんか裏ダンジョンみたいなやつのとこに出て、そのダンジョンのとこ右行けば千年の扉なんだよね。そうそうそう、なんか謎の逆走してるのよいつも、分かってないのよマップが。こっち側からが一番簡単。一回セーブしよう。はい、一回セーブ。ちょっと怖えな。フランクリス先生。え、闇の宮殿っていうのはさ、その扉の中にあるってこと？全然わからんけど、とりあえずフランクリス先生、ここに放置するわけにいかないから、帰ってきたよ。遅いぞ、マリオくん。え、これ強制的に入ることになるかな？どうだろう。とにかく奴らはこの辺りにはおらぬようだ。やはり何らかの手段を講じて、あの扉の向こうへ行ったのであろう。何をしたんだ。なんかさ、時間でも封印が解けるって言ってたよね。それを待ってたってことか。とにかく奴らはこの辺りにはおらぬようだ。やはり何らか、そっか。まずはここね。はい、掲げるのね。さあ、急ぐのだ、マリオくん。7つ目のスターストーンを掲げるのだ。はい、これが最後でございます。フランクリ先生も仲間みたいになってるな。ちょっとノコ太郎と被ってて見にくいところではございますが。いや、揃ったぞ、みんな。なんか感慨深いね。これまでたくさんの仲間とたくさんの冒険をしてきました。それも次が最終ステージと。
うわー、なんかやだな終わるの。まあまあまあ、まだまだ依頼とかあるから終わらないんだけどバッチも料理も全部コンプリートしないといけないからね。ただ社員と星のかけらコンプリートしたの結構なんかグッとくるものないっすか皆さん。そんなことない？私だけ？おーすごい、全部のスターストーンが出てきた。で開くの本当にこの力で。え、一個一個スターストーンが消えていく。あ、1,2,3,4,5,6,7 同時に置くことで千年の扉、見て扉が、え、こっちもこうして光ってる。4,5,6,7、最後ちょっとプラチナっぽかったのか。いいね、かっこいいね。赤く光ってるよ。なになに、なんでこの赤く光って、ひび入ったよ。どういうこと？そうやって開くんだったらひびを入れる意味はなかったのでは。うわー、おどろおどろしいなんてもんじゃないんだけども、ついに闇の宮殿への入り口が開いたぞい。やっぱり闇の宮殿ってのはこの中なのか。ピーチ姫が奴らの餌食になる前に、そして奴らが世界征服に乗り出す前に、何としても君がピーチ姫を助け出すのだ。そうだな、さあ行きましょうマリオ。ちょっと待ってくれ、その前にだ、いろいろやることがないか、大丈夫か、いろいろ持ってきた方がいいんじゃないのか。コインとか使ってバッチとかもいろいろ見た方がいいんじゃないのか。そして BP が3あるぞ。ちょっと待ってくれ。みんな、また、結局放置することになるんだ。フランクリ先生は。ちょっと待って。一回ゴロツキタウンに帰りたい。うわ、BGM がすごいことになってるけど。あ、帰れないんだっけ。あ、帰れるわ。帰れるけど紙飛行機が必要なんだ。じゃあ、こっちから無理やり帰る。ちょっとフランクリ先生、準備整えてから来るから。今、だってショップとかないでしょ、絶対中入っても。預けてるやつとかさ、全部、ちょっと手持ちに入れないと。雷ドッカー、あと、タンコブとかも、ちょこちょこ持った方がいい気はするな。そして、ここどこ？いっつもわかんない。で、カメックやめて。カメック戦ったよね。あれ？いや、さすがに戦ってたはずだけど。普通のカメック、物知りはした覚えがあるぞ。そう、カラフルなカメックは闘技場のところで物知りをしたような気がしますけど、合ってるよね。大体カラフルなやつなんて闘技場にいたんだよ。あ、待って、おまじない一回かけるか。いや、行く時にかけるか。今かけるとなんか時間もったい、何で測ってんのかわかんないけど、なんか時間がもったいない気もするから、最後闇の宮殿に行く前に50コインのスペシャルコースで、またおまじないはかけます。で、ちょっと待って、なんか、まずアイテムだよな。アイテム、まず依頼やる？いや、もう、どうしよう、どうしよう。もう最後だって言われるとさ、いや、でも、多分ね、ラスボス倒してからじゃないとできない要素もあると思うんだよ。だから、やり込みの部分は、ラスボス倒してからにするか。その、料理埋めたり、バッチ埋めたりとかは。そんな気がしてない？みんな、大丈夫？そんな気がするよね。ただ、MK さんはさ、ちょっと遊戯場が今気になってて、もしかして遊戯場でめちゃくちゃいいバッジがあるんだったら、それってあった方がいいんじゃないって思ってるんだけど、どうなの？あ、モンテオーネこんなとこにいたのか。あ、マリオさん、そのカード、メンバーカードを手に入れたのね。それじゃあ、そのメンバーカードで遊べるミニゲームを用意するわね。あ、なんだったっけ？ボートモードゲームが遊べるようになった。何それ？さあ、何をご案内しましょうか。ちょっと待って、これが見たいの。景品交換。お菓子の素。へえ。これ多分料理に使うんだろうな。コインモドール、スーパーアピール、あとは自信アタック持ってる、コインコイン。うわー、どうだろう、コインコインちょっと欲しいよね。あとスーパーアピール、コインモドール、これ買えるんだよな、多少はな。これどれくらい、これもはやさ、ゲームで増やすんじゃなくてさ、購入でどうにかなるんじゃねえかと思ってるんだけど、どうなの。3コインで1モンテってことは440モンテって言ってたから、1200、あ、無理だわ。無理だ。だとしたらもう稼ぐしかねえんだ。そして、モンテオーネ。おお、おめえか。モニーとピートンはうまくやってるのか。ま、心配ねえと思うが、一応聞きたかっただけだ。気にすんじゃねえぞ。いやー、なんか、ちゃんと近くにはいてくれるんだな。そしたらボートモードゲームちょっとやってみていい？ボートモードゲームね。このゲームはボートになって障害物を避けながらゴールを目指すゲームなの。ボートは自動的に進むけど、L を進む方向と反対に倒すと速度を落とせるわ。なるほど。2周目は水の流れがすっごく速くなるから慎重に操作してね。早くゴールすればするほどたくさんモンテがもらえるけど、障害物にぶつかるともらえるモンテが減っちゃうから上手に急いでね。それとこのゲームは1分半以内にゴールしないとリタイアになるから気をつけてね。あ、結構早いゲームなんだね。それじゃあプレイ料金10モンテ。
結構するな。まあでも払うよ。これで増やせるんだったらいいからな。はい、1名様ご案内します。おお、そういう仕組みなんだ。はい、じゃあ土管の中行きましょう。行ってらっしゃい。コインコインあった方がいい気がしない？いやでもな、これどれくらい稼げるかだよな。まずボートゲームだな。はい、ボートモードゲーム行きましょう。ゲームスタート。待てよ、あ、いけるいける。あ、3、あそこにさ、モンテがある。ああいうのも拾う。うわ、はいや、結構早いな。これ待って、危ない危ない。モンテもちゃんとか行って、最悪。ちょ待って、でこう来て、ここでターン。よし、いいぞ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 。で水流気つけろ。水流に気をつけてモンテ回収。あ、うまいぞ。ちょ、 MK さんうまいかもしれんこれ。で時間も関係あるんだよな。ちょ、あらららららら、なるほど。行って、最悪。もう水流にも入るわ、あれだわ、障害物にも当たるわ。で今もう最悪でしたが、こっち来た。やばい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 。オッケー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 。障害物当たんなければモンテは減らないから。よし、でモンテ回収。いいよ、悪くない悪くない、めちゃくちゃいい。ただ2周目が、うわ、はいや、うわ、なんだ今のピンクのモンテ何？結構もらえるってやつ。落ち着け落ち着け落ち着け。あれ5コイン分とかじゃない多分。うわ、ちょ待って、めっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ、あ、だだ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 。落ち着け落ち着け。障害物にさえ当たってなければなんとかなるから。赤も来た、赤モンテ。ちょ待って、それは絶対取った方がいいと思う。それ絶対、オッケー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 。もう水流入ってても取るべきでしょ。でモンテ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 、来た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 。これでどう？1分7秒。いやでも1分30秒とか言ってたよな。早い。はい、あ、ぶつかった回数6で、全部で合計36。え、でもさ、10モンテで36だったら26モンテってことでしょ。おいおいおい、これだろ。これでめちゃくちゃ稼げばよくないか。え、違う？え、これめちゃくちゃよくない？待って、今度はぶつかんないようにしよう。一回ぶつかると3モンテ分損なんだ。結構損だな。じゃマジでこれぶつかんない方がいいわ。3モンテってことはこれ1、2、3って取ってんのバカみたいだもんね。障害物一回当たったらね。落ち着け落ち着け落ち着け。はい、今のうまくね。ちょ待って、普通に MK さんの連動が上がってる。ちょ待って、普通に MK さんがうまくなってるこのゲーム。いいよ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 。入ってもいいのよ多少これは。で、はい、後ろっか。ちょっと今遅くなったな。ちょっと遅くなったけどしょうがないしょうがないしょうがない。でもう、あ、いい、それも障害物当たるよりマシだから。でこっからよ、2周目。行くぞ行くぞ行くぞ。まずは赤モンテを絶対取ります。やっぱね、赤モンテなくね。え、赤モンテは、あれ、さっきのとこになかった前回。え、ないよ何も。モンテなんもない。なんで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 なんもないのモンテ。え、どういうことどういうこと、全然わかんない。運なのか、あの赤モンテがあるかどうかって運なのか。1分36秒、ニューレコードではあるものの、どうだ、35か。ちょっとうまい稼ぎ方がわからんな。さっき36だもんね。じゃあさっきの方がいいってことか。いやでもめちゃくちゃ増やせる。っていうかさ、多分これ他のゲームもあるな。ちょっとピーチ姫やる前に遊戯場やりません？皆さんどう思ってます？お疲れ様、また遊んでね。けどピーチ姫を助けるのも忘れちゃダメよ。ちょっと釘刺されたわ。うわ、どうしよう。次回ちょっと遊戯場がっつり遊びたいと思うんですけど、どう思います？いいと思う方はぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ただ、ゲーム増やすのもありだな。